知事選の敗北により、補欠選挙に続く4連敗となった自民党は、今週、政治資金規正法の修正案を公明党の賛同を得た上で、単独提出する方針を固めたことが、FNN の取材で分かりました。ででは国会会記者会館から中継です、はい 知事選の敗北が政権運営や国会運営に影響を及ぼすとの見方も出ている中自民党は改正案をめぐり公明党との結束を重視しこれまでの水を埋め法案を成立させたい考えです知事選敗北を受け自民党の議員からはしんどい結果だ解散総選挙は遠のいたといった見方が出る一方地方選に過ぎないそんなにダメージにならないとする声も出ています きょうも午後から政治資金規正法をめぐる委員会が行われ今週は与野党の修正協議が山場となりますがあるベテラン議員は協議への影響もないいと話しています。こうした中、自民党は今週中に独自の修正案を提出する方針を固めました。 法律を3年後に見直す規定などを盛り込んだ上で、公明党と政策活動費などの項目で細かい部分をすり合わせる意向で、公明党も容認する構えです。これを受け、修正した自民党案は自民・公明の賛成で早ければ今週、遅くとも来週前半には衆議院を通過する見通しで、今国会中の成立に向け大きく動くことになります。